時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、リコー、ダイナミックオート、33石、デイト。日本で最初に発売された33石仕様の時計。国産時計史に残る一品といえるモデルです。文字盤は、日焼けした放射仕上げのシルバーカラー。12時1には、リコーの R のロゴマークがアップライト。2本目は、リコー、オート、デラックス、エイト、ダブルカレンダー。リコーのオートデラックスです。ヴィンテージ感あるデザインです。手巻き機能付きですが、曜日早送りとハック機能はありません。日付早送りは、20時30分から1時30分の間を往復させます。3本目は、リコー、ダイナミックオート、33石。メジャーブランドではありませんが、レトロ感のある時計です。ケース、針、インデックスが、ゴールドカラーで、縁ゴージャスなデザインです。ハック機能はありません。手巻き機能付きです。4本目は、リコー、オートデラックス、エイト、デイデイト。1960年代頃のモデルです。当時、ペットネームに数字をつけるのが流行ったのか、セイコーは5、シチズンは7、こちらのリコーは8が付けられています。詳しくは、時計の委託、アンティウォッチマンでご確認ください。